こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、松潤さんの YouTube チャンネルを勝手に解析してですね、私が松潤さんだったらどんな対策を練るか、そしてチャンネル登録者数を増やして再生数を増やしていく戦略にフォーカスするかをお届けしていこうかと思います。それではね、まずは画面を切り替えていきます。はい、これが6畳のピアノマン松潤さんの YouTube チャンネルです。チャンネル登録者数が73人で、私と知り合った頃と比べるとだいぶ増えたと思いますけども、やっぱりね、一つの節目としてまず100人、そして100人を超えたら今度はね、1000人というところを目指していく。これがまあ YouTuber としての、稼ぐ YouTuber としてのね、足取りだと思います。100人をね、まず4月中になんとか活かしたいですよね。で、今アップロードされている動画が1日前、16時間前、11時間前、10時間前ということなんで、1日に2本から3本、もう一個言ってみましょうか。2本から3本。時には1本。こんな感じですかね。2本3本っていうところですね。もう、かなり数は上げないといけないと思いますけども、毎日上げる習慣はついてるってことですよね。まあ、厳しいこと言うとですね、1日2、3本は、多くの YouTuber さんがやって挫折する数なんですよ。まあ、ですんでね、やっぱこう少なくとも10本ぐらい上がっていくと、10本に追いつける人っていうのはその時点でいないですから、チャンスが広がるのかなと思います。で、まずはね、動画のところ行ってみましょうか。動画をこうやってクリックすると、再生数がこうやって出てくる動画ありますよね。 YouTube しんどいは61回がまあまあ多いなっていうところと、それからね、ずっと見ていくと、これ1028ってのありますよね。藤井フミヤさん、ギザギザハートの子守唄かな。これが一つ特徴です。それから、うっせぇわ、むすてってのありますよね。これも再生数多いですね。要するに、テレビを意識した動画作りっていうのが、アクセスを呼び込みやすくなってるわけです。まあ、詳しくはね、アナリティクスを見ないとわからないところもありますけども、まず、動画に来ていただくってことで、あ、これも音楽の日、3月11日ですね。やっぱ100回を超えたりとか1000回を超えたりする、まあそうですね、100回超えの YouTube チャンネルをちょっと意識するとなるとですね、この6畳間のピアノマンっていうね、これもなんかテレビかなんかでありましたよね。要するにね、テレビっていうのは最もアクセスが高いんですよ、現在。そのアクセスを習って、アクセスに習って YouTube でも似たようなチャンネルを行く。例えば人気のドラマの解説動画をやると、これはね、アクセス集まりやすいんですよ。そのドラマがリアルタイムでやってる時、例えばね、私の頃は木村拓哉さんと常盤貴子さんのビューティフルライフっていうのがあったんですけども、ビューティフルライフが日曜日のなんか10時ぐらいにやってたんですかね、日曜ドラマぐらいで、9時だったですかね。で、あれが終わった瞬間にそのドラマの回想とか、回想っていうかね、解説をYouTube でアップロードするっていうのを繰り返すと、再生数はかなり高くなるんですよ。それでですね、逆に再生数の、例えば30以下のやつは後回しにするとかね、こうやって見てると、YouTube の再生回数が10以下とかね、30以下で線引いてもいいんですけども、そうですね、10以下にしておきましょうか。1桁のものは後回しにして、続編を作らない形にしていくんですよね。で、今回は、何があって、今日、これしんどいわもいいんですけども、これですね、ギザギザハートの子守唄で、トゥルーラブとかでアクセスが取れてるのは2週間前ありますよね。だからこれをね、あ、アクセス取れたなと思ったら、この NHKBS プレミアム藤井フミヤっていうのがありましたから、これにですね、勝手にプレミアムみたいな感じでシリーズ化して第2話、NHKBS プレミアムに今度呼んでほしい人のシリーズをやっていくとかね、逆に藤井フミヤさんシリーズをやっていくとか、チェッカーズシリーズをやっていくとかっていう風にするといいのかなと思いますね。で、このうっせぇわも一発で終わるんじゃなくって、その後続編作ってないですよね。これの続編をやるといいですよね。で、M ステの X 等式の魅力ってなってます。これはなんかいまいち振るわずなんで、同じテレビをネタにしたものでも全部が当たるわけじゃないってことなんですよ。テレビでネタになったもの、そしてテレビの中でネタになった人、こういったものが重なったやつをいくといいのかなと思いますね。私でしたらね、このうっせぇわのパート2を作るとか、例えばここ再生してみますよ。
ここについたコメントがないか。コメントがない。藤井フミヤさんのコメントあるかな。こちらの方がコメントありそうですね。コメントありますね。このコメント返しを動画でやるって感じですよね。あと藤井フミヤさんのこの松潤さんの動画には関連動画が出てきます。ということはこれですね。こちら1日前新着5107ってありますんで、これにちなんだ、まあ、動画を作っていくといいのかなと。でこの有名な人が話してますよね、なんかね、コメントつけて。藤井フミヤさん以外にこの人一人一人のコメントに対してまあ突っ込むみたいなね、そんな感じで続けていけるかなと思いますね。はい、以上のような形で、私の場合はチャンネルを作って動画をまずはバーッと振りまきます、絨毯爆撃ですね。その中で際立った再生数のあるものとか、その中で登録者が起きているものとかコメントがあるものの続編をやると。例えばね、何にもなかったら前回上げた動画がなんと再生回数1000回を突破しましたということで、なんで1000回を突破したのか私なりに分析してみようかと思いますみたいな動画を作るみたいなね、そういう風なパート2の作り方もあると思いますんで、そういう風にやっていくかなと思いますね、まあ、他にも解析の方法はいろいろあるんですけども、まずは第1弾として今回みたいな内容でお届けしました。参考になれば幸いです。いってらっしゃい。